ファーモイはアイルランドのコーク圏にある町、ブラックウォーター川に面する。人口は2006年の国勢調査時点で、近辺も含めて5800人ほど。アイルランド語名は、マイニスティール・エアイルミーで、平野の男子修道院を意味する。これは13世紀に、市東会の修道院が築かれたことにちなむが、チューダー町時代に修道院は解散し、建物と土地は、 リチャード・グレンビル、ロバート・ボイル、ウィリアム・ホワードなどの貴族に分割された。しかし、修道院の敷地はほとんど街を見なされ、18世紀後半には多くの小屋や宿屋があった。キリスト教兄弟団、プレゼンテーション・シスターズ、シスターズ・オブ・ロレトなどの組織が未だそのプレゼンスを保っている。ブラックウォーター川南岸に立つグランドホテルファーモイ1791年。 ファーモイ一帯の土地がスコットランド人企業家のジョン・アンダーソンの所有となった。彼はアイルランドの街道を整備し、郵便システムを構築した人物で、彼が設計した都市区画は現在もそのまま残っている。子孫が住むオーストラリアの街ではファーモイエステートというワインが作られている。2001年には街の公園に彼の銅像がお披露目した。アイルランドが 帝国の支配下にあった1797年にイギリス軍が高級的な軍事基地の建設地を探していたところ、アンダーソンがファーモイの土地を譲渡したことから大規模な兵舎が置かれた。まず1806年、16.5エーカーの土地に東兵舎が建てられた。この建物には、将校が136人、不評が1478人、民間人が120人、 騎兵の馬が百十二頭止まることができた。また、百三十師章の陸軍病院も併設された。千八百九年には四十二章の陸軍病院を備えた製兵者が建てられ、両胸合わせて左官が十四人、将校が百六十九人、兵士が二千八百十六人、馬が百五十二機収容できた。この軍事基地は、千八百三十年代にはアイルランド島内でも、 最大の規模とされた。これにより、アンダーソンと町は相当の経済的恩恵を授かり、1922年のアイルランド自由国建国まで町はこれらの軍事施設を中心に発展していった。独立戦争中、イギリス軍と共和軍が最初に衝突したのもファーモイであった。イギリス軍はこの報復として中心街を荒らし回った。 独立戦争中にハンガーストライキを結構し、亡くなった IRA 指揮官のマイケル・フィッツジェラルドは、ファーモイの出身である。街には、ミクロビオの化学工場、シルバー・ペールのアイスクリーム工場、アンダーソン・パワーの電化製品工場が置かれている。サンミナ、SCI コーポレーションやフシーコネクターズによって、電子機器工場も置かれているが、近年フシーコネクターズが、 ファーモイ工場の創業を停止すると発表した。アイルランド政府の農業、食品検査機関の一つ、ムーアパーク検査所がファーモイの近くに設けられている。1858年に開校したセントコルマンズ・カレッジは地元でもよく知られた中等学校である。鮭やザコ釣りで人気が高いブラックウォーター川は町の主要な観光資源の一つである。 毎年5月初めと9月初めには、ファーモイボートクラブ主催のレガッタレースが開かれ、それぞれ1000人近い観光客が訪れる。2009年には、クラブ設立125周年とレガッタレース70周年が偶然にも重なり、メアリー・マッカリンス大統領がクラブを訪れた。また、近頃行政当局が、町の歴史的な席の移転を計画しているが、 ボートクラブや地元のいくつかの釣りクラブは、この計画に対し反対運動を行っている。ファーモイを通る、地域道639号ファーモイは、長年、コークとダブリンとをつなぐ国道8号線の主要な難所であった。しかし、2006年の終わりに M8 バイパスが開通すると、国道8号線は、地域道639号線に降格。 ファーモイの交通問題は大幅に軽減された。鉄道では、かつてマーローからウォーターフォードに至る路線が通っていた。1860年5月17日に駅が開業したが、1967年3月27日をもって営業を終了した。最寄りの空港はコーク空港である。バスも多くの便があり、バスウェアンがコークとダブリンへの便を提供しているほか、 エアーコジモーダブリン空港行きのバスを走らせている。ありがとうございます。